こんにちは、ギャンブラーひかるです。今回はこちらのプリフロトレーナーを使って、あなたがボタンに座っています。アンダーザガンからレーズがありました。その時のボタンのスターティングハンド。これ、こちらについて勉強していきましょう。まず、こちらを覚える前に、覚えていますかアンダーザガンからレーズがあった時のスモールブラインドのハンドレンジ表です。こちら復習していきましょう。 こちら覚えてますかこのハンドレンジ表にめっちゃ似て、似てます。ほぼ似てます。ボタンから、ボタンに座ってアンダーザガン。似てるんやけど、ボタンに座った時はコールするハンドが増えてます。スモールブラインドの場合はアンダーザガンからレーズがあった時、点、点のポケットペアであればリレイズしてたやん。でもボタンやとポジションがいい。 ポジションがいいんで余裕があるんだよな。まあまあまあ、あんましね、スリーベットしなくても、コールでとりあえず様子見るか。みたいなね、ボタンの余裕を、このハンドレンジ表を見て感じませんかエースクイーンのオフスーツとか、スーツテッドとか、これ半分はコールでいけます。あとクイーンジャックなんですけど、スモールブラインドの時は、これリレイズしてました。でも、ボタンからの場合はコールです。 ボタンの余裕をぜひ感じてください。あと、スモールブラインドのハンドレンジ表の時にはこのジャックテンのスーテッドはなかったんですけど、これもボタンの余裕。まあ、ボタンね、ポジションいいし、ちょっとハンドレンジ広げようかな、みたいな。そんな感じのジャックテンスーテッドがあります。あとなんですけど、スモールブラインドの時はグラフによるスリーベッドってほとんどなかったやん。 英語と A4 の数点とのみでした。でもこれボタンというポジションの良さ、その強さからブラフによる3ベッド結構増えてます。英語から A2 と、あとは546576の数点とこれブラフレンジとして入れてください。では実際にアンダーザガンから えー、レイズがありました。その時のボタンでの、えー、アクション、フォールド、コール、レイズ、えー、20問やっていきましょう。考える時間は3秒です。Let's start! これどうやったっけコールで入れるんやったっけなえ違う。弱点が入るんか。<laughs> さあ、最後はグラフでのレーズとなります。さあ、皆さん、これ、これ、これ、この弱点の場合はコールする。 さあ皆さん何問正解することができたでしょうかちょっとここでね、点9が混乱してしまったんですけど、こことジャック点とね、えー、勘違いしててちょっと考えてしまいました。皆さん何問正解することができたでしょうかぜひコメント欄より教えてください。次回は、 このボタンに座ってる時のアンダーザガンからレースそれに対してのボタンのスリーベッドハンドレンジ表をまとめ編ということで50問クイズに答えていきましょう。また会いましょう。